まあシルエットですよね、うん、その三角形のシルエットと、まあ、タンクの角度とかで、まあ、フェンダーの長さであるとか、うん、ハンドルの高さであるとか、ポイントっていうよりもシルエットが一番重要だと思ってます、はい、まあ、それはどのバイクでも一緒ですね。